はい、こんにちは、安です、えー。今日もやっていこうと思います。今日は久しぶりにあのブログ記事ですね。えっ、ー、と、ワクチン承認後の、ね、米国株の投資方針についてっていうね記事を書きましたのでね、えー、それの動画になります。はい。 き、ね、今日も、ね、いい動画になっていると思いますので、ね、ぜひ進んでいただく前にチャンネル登録といいねを押していただければなと思います。でまた、ね、このブログ記事は、ね、チャンネル詳細欄に貼っておきますので、えー、と動画では、ね、本当に概要だけさらっと触れる程度なので、あの詳細はあのブログ記事をぜひ見ていただければと思います。はいね、今週いろいいいろろろろ動画でで発発信しましたしまた、あ、たワクチンのの、ね、ニュース発表後いろいろ考えてきたので まあそれを大まかに考えて、まあ、今後どういうふうに投資コードを貼っていこうかなという,ふうの、えー、まとめた記事になります。はい。でね、今日、ね、すごい多分長くなっちゃうと思いますので、あの申し訳ませんがね、最後までお付き合いいただきたい。でもね、必ずあのーね、皆様の何かね、一つでもね、二つでもね、参考になることがね、あの参考になるのかなと思っているのでね、ぜひ最後まで聞いていただければ嬉しいです。あ必ずしもね、これ通りやればうまくいくとか、これが正しいんだっていうわけではないと思うんですけども、やっぱね、 あのいろんな人の意見を聞いて、あのーね、コロナ後というかワクチン承認後はまた違う世界になると思うのでね、まあ、あのいろんな人の意見を聞いて、で私もいろんな皆さんからいろんな意見を聞いてね、あのー、一つでもね、あのーなんですか、成功確率に上げていけられたらないいなと思ってます。はい。<laughs> えっと、まあ、すごく基本なんですけども、あのー、まあ、 皆さんご存知の通り、今週の月曜日にファイザーがね、あのワクチンがかなり順調だというニュースが入りまして、それであのグロース株が大幅に売り込まれました。で、えー、おそらく値動きとか、あの出来高を見るにね、あと今週1週間の様子を見るに、まだね、機関投資家とかはね、大統領選後そんなに本格的に入ってないんじゃないかなというふうに思ってます。なので、あの多分そのワクチン承認後、 っていうのは、また新しい展開、新しい動きになるんじゃないかなと思ってます。で、今までの不確定要素、えー、大統領選、えー、上議院議員選挙、コロナ、ワクチンのうち、ワクチンっていうところがある意味方向性がしっかりすれば、不確定要素が一つ大き換えたくなります。で、大統領選挙は、ほぼほぼバイデンでしょうと。だと、そこに対する、あのー、不確定要素っていうのは、もうあとは上院議員だけですよね。ここはちょっと残ってるんですけどもね、ジョージアが、 あのちゃんと共和党が抑えられているかどうかというところが唯一の不確定要素なので、また1月はねそこちょっと不安定になる可能性もあるかもしれないんですけども、まあ、本当、そんだけですよね。あとは足元で急拡大しているコロナの新規拡大感染者が増えているので、まあ、あと本当にね読めないところっていうのは、本当にあ、あのー、ワクチンの部分かなと思います。で そのワクチンが承認されて、えー、不安がなくなればまた相場が動いていくんじゃないかなというふうに思ってます。で、今日はその動きをできるだけ予想して、まあこういった感じの投資方針、ポットフォリオを考えてますっていうのはね、今現時点での想定で考えてます。で、これはあのここにも書いてあるんですけども、2000あの11月14日時点の見解で、今後のね、えー、情報や状況によって全然変わっていくんですけど、今これをベースとして考えてますって話ですね。で、まとめです。まあ ワクチンはまもなく承認される可能性がなく、基本、それまでは動かない方が良さそうですね、えー。ワクチン配布後はベストシナリオで、2020年、急通の決算から数字に現れると思います。ベストシナリオです。で、それゆえ、えー、とバリュー株と呼ばれるものは、あのおそらくもうね、Q1 以降から伸び始めると思いますあの。もう明らかに街でね、飛行機に乗ったりとか、車に乗ったりとか、そういうのがあの実生活とかして見えてくるので。 でグロスはあのー、もう本当、バリューにお金がガーッと循環して、金利もガーッと上がっていくるのでバリ、グロスは多分相当つらい展開になると思います。なので、グロス一辺倒で貼るっていうのは相当きつい戦いになるんじゃないかなと思ってます。で、えー、グロスに関しては、ワクチン承認後がそこのように寝る可能性はあると思います。はい、ただしね、上値はすごい重い展開だと思います。 でポトリはねはバランスよく、えー、グロースを入れるにせよ、まあ、グロースを入れないっていう選択肢はないと思うんですけど、グロースを入れるにせよ、ね、ある程度の条件を満たす必要があるのかなというふうふに思ってます。はい、でまず、えーと、ワクチンの方なんですけれども、まあ、皆さんご存知の通り、ファイザーが、ね、今週の月曜日にあのかなりいいレポートを出してきましたで。それを受けて、ハイテクグロース、特に巣ごもり銘柄と呼ばれるものは暴落的というほど大下落しました。 で私もね、ズームとかペロトンとかでね、ポートフリーを固めたんでね、かなりの含む益が吹っ飛びましたね、本当にうん。本当に相当吹っ飛びました。ね、あの先週40%ドヤーってやったんですけどね、もう本当、すごいところを落ちてきました、ね。まあ、とはいってもまだ含み益十分にあるんで、まだ全然再開できるんですけども。 はい、そんな感じですね、えー、スムーズにいくと、今月中にすべての臨床時期、今月末までにいくらいな感じですけどね、臨床実験を終え、FDA、えー、日本でいうと厚生労働省です、ね、に緊急承認の申請をするとのことです。で今日ねあのホワイトハウスの会見があったんですけども、それをまとめると、とか他の情報をまとめると、プロセスは非常にうまくいってまして、えー、数週間以内に緊急承認が完了するだろうと。 でもし承認されたら、あのー、12月中には医療従事者、ハイスク患者に先に接種が開始されて、アメリカ市民も4月あたり接種が開始される見込みだということです。まあ、なのでこれはベストシナリオですね。うん、ベストシナリオ。とはいうものの、あのー、ファイザーの件とかホワイトハウスがここまで踏み込んだアナウンスをするということは、おそらく、十中ハックワクチンが その承認されるというニュースが近いうちに出てくるのかなというふうに思ってます。ただね、あ、そうですね。うん。思ってます。はい。で、今回のブログは一旦承認されたとして、仮定されたとして、承認後の世界とポートフォールについて解説していこうかなと思ってます。ただ、言うても、X デーですけどもあの、まだワクチンができませんでしたとか、なんか、あの、 危険性が見つかる、安全性が十分でありませんとかね、ズデーってなることがあるんで、あの、まだ分かんないですね。ただ一般的には承認されれば、グレース銘柄は大検索して、バリューが書きつく、うん。で、その一つの不安を取り除ければ、まあ、機関投資家もね、積極的になりね、大きく動くことが考えられるかなというふうに思ってます。でね、この動きは本当読めないので、 ほんと読めないのでグロースに関してはバリューに関しても中途半端なポジションは今チャレンジングじゃないかなとは思ってます。あのコロナ承認後1日2日でなんかぐーっと動くような可能性はあると思うんですよね。あると思うなのであの自分が、ね、ロングで持ってて、まあ、含み益とかが十分あるとかも安定してるっていうのは分かってる銘柄以外は。あのー ポジションを解消するか、まあ、入念に、ね、逆差し値ねをね設定することを強くお勧めします。逆差し値ねはねこの間動画でやりましたので、ね、ぜひそこちらを見ていただければと思うんですけれども、逆差し値ねは本当に強くお勧めします。はい、じゃあ、ワクチンが承認されたとして、景気回復はいつかというところなんですけれども、まあ、ワクチンが承認されたとしても、ね、足元はボロボロですね。えー、今日の時点でも本当に新規感染者が1日で20万人に、あのー 届きそうな勢いになってまして、本当、ここでもすげえ多いなと思ったんですけど、もうそこを軽々突破してるんですよね。で、死者も徐々に増えてきたので、あの足元は舗装とポロポロです。であの、ロックダウンも、ね、十分にありえますしあの、ロックダウンしないまでもね、人々がより家に自粛するのは間違いないです。あの日,本人日本の様子知らないんで分かんないですがアメリカ人は結構あのコロナはビ,ビってますので、 あのかなり動かないです、本当に。あのまあ、少なくともカルフォルニアはですけどね。うん、でも多分、普通のまともな感覚してる人がいればあの、危険な行動は取らずにそこで旅行行ったりとか、あのみんなで友達とお酒飲むとか、そういった行動はせずに、基本的にはおとなしくする可能性がすごい高い。まあ、そうなると、やっぱ、あのーまあ、ステイホームのムードっていうのはかなり。 高いものになりますで。ワクチンは先ほどのホワイトハウスの会見で4月って言ってるんだったら、まあ、5月、6月なんて十分にありると思うので、あのーね、これから10あ11、12、1、2、3と気温も低いですし、あのー、実体経済はステのステイフームムードは相当高い、まあ、6月4月、6月ほどのロックダウンじゃないにせよ、まあ、かなり、ね、あの冷え込んだ経済活動になるのは、まあ、間違いないかなと思っています。 ただ一方、あの、4月以降は、あのー、ベストシナリオ。ベストシナリオを考えておく必要があるかなと思いますね。なんでベストシナリオを考えるかっていうと、あのー、一般的な、なんですか、感覚だと、まあ、来年もコロナ進んでるよとか、まあ、配布が遅いんじゃないかとか、あのー、効果がわかんないとか、いろいろあるで来年も、 全然リモートワーク進んでると、そういうのあるかもしれないですけども、まず第一に、アメリカ人は日本人が思っている以上に、荒いですけども、早いです。早いし、確実にやります。ロジスティックって言葉が大好きなんですけども、とにかく目標に向けて、もう平坦を組んで、大量にガーってやるっていうのが本当に得意な国なんですよね。まあ、日本もそれで戦争を負けたわけなんで、アメリカのそういった力はマジで強いので。 あのワクチンの本当に、ね、効果あるもの、そしてそのワクチンの配布の道筋がね、もうはっきりしてるんだったら、アメリカはそこ超金かけて、大規模にやってきます。なので、あのベストシナリオっていうのは、まあ、医学的なね、なんかその問題がないりあり、あのベストシナリオっていうのはあるのかなと思います。で、ベストシナリオがある場合は、あの4月からね、みんなアメリカ人が打ち始めます。で、うんと これで別に全員打たなくていいんですよ、本当に。おそらく30%とか40%打つだけで、20%でもいいかな、その、何でしたっけ、ワクチンの、えー、とコロナのなんとか生産指数みたいな、要は広がりのチェーンがどん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 断ち切られるので、まあ、それでも十分効果あるし、まあ、そうすると、あのー、あれですよね、あのーまあ、そういった人たちからね、旅行とか行き始めるっていうのはあると思いますね。 うん、でこれがベストシナリオです。ベストシナリオ。もう、4月以降みんな旅行にも行くし、車にも乗るし、えー、船にも乗るし、ホテルにも泊まるし、飲食するし、飲み物飲むし、これベストシナリオですね。で、ただ、まあ、このベストシナリオを頭に入れといて、であとは、あのー、 12月のワクチンの状況とか1月、2月、3月の入手を注意しながらこのベストシナリオにどのくらい近づいているのかなどのくらい離れているのかなというのを想像してえ相場を見ていけばいいんじゃないかなという,ふうに思っています、はい。で、この景気が急回復する可能性についてなんですけどここもいろいろ賛否あると思うんですけどもまずベースラインに、ね、ベ,ベースラインが重要です。えー、ベースラインは あの今年の2020年の7月、9月でさえ景気の回復が見られました。これは事実です。ウーバーとか、ね、チーズケーキファクトリーを見てもらえればね景気回復は見られていますで。これがベースラインです。だってこれは別に、たとえワクチンがなくてもこうなります。でこれはやはり、あのーまあ、もちろん気温の上昇とともにワクチンが自然に減っていくのとあとは今までの知見ノウハウによってね ワクチン、えっと、ウイルスが抑え込める、でプラスあの医療体制も整っているので死者も増えないみたいな、ベースラインがこれなんですよ。ベースライン。で、ベースラインがこれであって、でそれでどんな水準であれ、どんなクオリティであれ、どんな量であれ、ワクチンが出回るってことは、まあ、あの大なり小なり、4月、6月に景気の急回復っていうのは、可能性としては十二分にあると思います。で、ワクチンが遅れればね、それがまあ、 7月、8月、9月ってずれ込むことはあると思うんですけども、我々の心構えとしては、もう4月、6月に急回復するんだなっていうふうに思っててもいいかなっていうふうに思ってます。うん、で、まあ、このフェーズに入ってくると、あのー、もう、ホテルだ、えっ、ー、と、飛行機だ、飲食だっていうことが、例年のもう、 何倍も以上にめちゃくちゃ消費されるタイミングが来ると思うんですよね。本当にもう、もうすごいもう今までのみんなのもうなんか、この溜まりに溜まったうっがブワーって吐き出るタイミングがあると思うんですよね。だとこの 2B のビジネスでも今まで営業行けなかった人たちがブワーって営業行くと思うんですよね。なんでもう今までどん底のところからこうブワーって回復するスピードはめちゃくちゃ速いと思うんですけどこのタイミングであれば もう多分資金はハイテクグロースに行かないんじゃないかなと。ほとんど、あのー、バリューに行きます。でもって、金利も上がってきます。景気回復なんでね、金利も上がってきます。で、そうなってくると、あのー、今のグロース銘柄って、あのー、もうすごい PSR 高いんですよ。超割高なんですよね。で、金利も上がって、資金もバリューに循環しやすいってなってくると、まあ、 あのー、これ、後で説明しますけど、悪くても、あのー、悪かったらもう株価が下がってくる、よくても上値が重い展開になってくるんだろうなというふうに思ってます。うんはい、で、これ、図に出したんですけども、ワクチン承認後の、ね、景気と決算のタイミング、まあバリュー株、いわゆるバリュー株っていう感じですと、まあ、ここにね、2020年の10月から12月、まあ、4クオーター、1クオーター、2クオーターってあるんですでこれ、決算のタイミングがあるんですけども、 人々の行動はこれがステイホームでここから徐々にアクティブになってきます。でバリュー株は、えー、と業績が悪くてここから急回復してきますってことなんで決算でいうとここの決算とここの決算は悪くてここが回復するってこのことから考えると、まあ、ワクチンのニュースの結果を受けてバリュー株の株価とは一時的に上がるんですけどもおそらく2020年 Q4 の決算 Q1 の決算では 数字が悪いの,であそうです、ね、の決算は少なくとも数字が悪いので、まあ、ワクチンで株価が上がっても一時的なものになると思うんですよね。で10月、12月はもう決算がいいわけないので。で,でも、ここでまだそんな本格的に上がらないと思うので、それこそ,そのバリュー、まあ、狙っているバリュー株の値動きがどうなるかを観察して、 えっと、まあ、Q4 以降からね、入るチャンスがやってくるのかなと思ってます。そこの決算でやっぱ思ったよりもよければ入ってもいいし、あの、まあ、そこでちょっと分かるかなと思います。うん。で、それで Q1 の決算も、あの、まだ悪いと思うんですよね。1月、2月、3月も基本すごい寒いので、まだ悪いと思うんですよね。ただ、3月の決算シーズンってもう4月なんですよ。で、4月になってると、あの、ガイダンスとしてね、あの、もうほら、各企業が、 あのもう4月は足元景気いいのでとか言い始めるじゃないですか。であとあのもしワクチンが打ってて気温が上がっててみんなアクティブに動いてるんだったら旅行に行き出す人とかあの、まあ、その車に乗ったりとか、まあ、いろんなレジャーに行く人が明らかに増えるので、まあ、そういったこともあってねあの2021年の Q1 決算 の直後ぐらいから早ければ株価が上がっていく、ね、もしこれが景気急回復って局面であれば、もうどん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 バリューカムに、ね、お金がじゃんじゃん流れる展開があってもおかしくないんじゃないかなというふうには思ってます。うん、で一方、グロスなんですけども、グロスは、ね、このワクチンで売られる期待は真逆なんですけども、まあ、こう3月まで指定ホームが続いていた業績はもう絶好調だと思います。 特にあのコロナの感染がこんだけ拡大しているので、ステイホーム銘柄はも絶好調だと思う。もう紙決算バンバン出すと思います。うん、で、4月以降、人々が徐々にアクティブになってきたら、成長がこう減速するというのが、そういうストーリーだと思います。はい、なので、決算や会社の成長ぐらいはすごく良い。なので、ワクチン承認のね発表直後がまあそこでになるケースはあるかなと思います。いい銘柄に関してはね。 まあそこでもうそこが踏み固められて、あとはそこからまた上に上がっていくってことなんですけど、上値はね、相当重い展開になるかなと思います。あのまあ、バリューに循環しやすいっていうのと金利が上がるんで、あのただでさえ高い PSR を調整する時間が必要なので、本当に2021年はあの中途半端な成長後やと本当に伸びない局面が来るんじゃないかなというふうに考えていますで。金利。 金利的的にには長期的に回復すする見込みですこれはあの過去、1996年からだから、過去20年ちょっとの金利のパターンなんですけども、まあ、今0.89でね、このコロナ以降からガクッと下がりました。で、このコロナの,この直前は 0. えっと、ごめんなさい、1.8%だったんですよね。1.8%から2%だったんですよね。で、これ、リーマン見ていただければ分かるんですけど、リーマンの時も1回沈んで、まあ、結構そこ戻ってきたんですね。 なんで今回もで他の谷も全部、ね、落ちて戻って、落ちてて戻って、まあ、ちょっと、ね、下降傾向ではあるけども落ちて戻ってなんで今回も落ちたっていうところでだとこの後半、ね、その景気回復とともにこの金利は必ず上がってくるのでその局面になるともう今の高い PSR、まあ、今のグロースの株価っていうのはグロースの株が成長しているというよりかはあの金利が一気に低下したことによって PSR が上がることによって株価が上がってきたので あのー、これだけ金利がまた上がってくると、あのー、PSR が圧縮されるまで売上が上がっても株価が上がらないよねみたいな話になってくると思います。でそれがすでに、まあ、現れたのがいわゆる、あのー、巣ごもり系、ズームとかペロトンとか。 テラドックとかか見ていただけければ分かるんですけども、まあ、高決算ですよ、基本的にこれらの銘柄。高決算だけど売り込まれている株価が上がらないっていうのは、今もうすでに PSR の圧縮が始まっていると、そういうふうに考えてもいいかなと思います。ただ、この PSR の圧縮が終わって、バリューへの循環が終わったら、またね、あの資金が入りだすと思うので、まあ、その辺のタイミングが見計らってね、またこうグロース株に入っていくのもいいんじゃないかなというふうには考えてます。はい でここから先、ポートフォリオの構築の話をしていくんですけども、まあ、基本は、ね、ワクチン承認後の値動きを見て、ね、徐々に PF を再構築していくことを考えるんですけれども、えー、私は今、こんな構成を考えてます。こんな構成を考えてます。で、ここにあって挙げている銘柄は、あくまでもサンプルなので、まあ、この今日ね、今週1週間、こういう感じでいこうかなって考えてて、これからその銘柄選定になるので、あのこれはあくまでもコンセプトということを前提とお話しますけれども、 バランスがすげえ重要で、グロース100買ったらバリュー100買うみたいなあの、そういう、そういうバランスをしっかりしていかないといけないんだなというふうに思っています。でえ、こう、セクターを4つに分けてます。グロース、バリュー、中立、グロース、中立系ってね、まあ、それぞれあとセクターの中でも、ヘルスケアとか半導体とかいろいろバランス見たいと思うんですけども、えっと、まずはね、じゃあどっからいきますかね、バリュー系からいきますか。 まあもちろん、そのウォルト・ディズニーとか、チーズケーキ・ファクトリーとか、デルタ・エアラインとか、そういったものはね、さっきのシナリオから言うと20、2021年の4月の決算以降、株価が反応し始めることがあるんじゃないかなと思います。みんなが飛行機に乗り始めたりとか、すればね、全然株価上がってくると思うので。はい でただ、あのー、そうするとバリュー株に4月まで入れないということになるので、とはいうものポートリオのバランスを保つのは、この辺が欲しいとではあるのでね、そういったにまに、まあ、例えばなんですけれども、ボーイング、ボーイングなんかっていうのは、航空業者大打撃受けてるんですけども、おそらくそのコロナ感染,者上による感染者増による影響は受けない、感染者増による直接の影響は受けない。だから例えば航空会社が、もうワクチンがね、 12月か1月とかに配備されて、見通しが立ってくれば、航空会社が航空機のスケジュール考えると思うんですよね。そしたら、ボーイングに発注するので、多分そこの、なんていうんですか、コロナの感染と飛行機の発注と、ボーイングが作るってタイムラインは、そんなに関係ない可能性があるなと思うので、やっぱこういった、今大きく売り込まれてる製造業っていうのは、ありかなというふうには思ってたりはします。はい あと、ウーバーですねで。ウーバーがなんでいいかっていうと、ウーバーってライ,ライドっていうのを持ってて、これが大手掛け受けてるんですけども、実はこのコロナ禍で、ウーバーイーツがめちゃくちゃ伸びてて、で、もう本当、マイクオーターごとライトもイートがどんどん伸どびんどんどんてて、今回もう強烈な巣ごもりなんで、12月はね。で多分強烈、イートの需要が強烈だと思うんですよ。なんで、これだけは唯一、今から入っても、 ちゃんと株価が上っていくかなと思うので、ちゃんと私も調べなきゃいけないんですけど、ウーバーなんかはすごくこの局面で頼りになる銘柄の一つなんじゃないかなというふうには思ってます。はい。で、中立系ですね。まあ、ちょっとすみません。ここでちょっと水飲みますね。はい。えすみません。で、中立系なんですけども、 これね、1、まあ、つことで言っちゃうと NBDI じゃね半導体とヘルスケアが割と当てはまるのかなと思ってます。半導体とヘルスケアは、まあ、今回の金利の上昇とかあのワクチンのニュースを見ても、まあ、それなりにそれぞれ、ね、ボラティリティがありました。まあ、ワクチンのニュースを受けてどちらかと,いうと下がる方ではあるんですけども、とは言っても割と金利にも ワクチンにも我、関せずみたいな動きをしたのが、このヘルスケアと半導体というセクターでした。で私も NVIDIA をずっと持ってて、うん、なんか今回はこれ、なんか全然切り抜けられましたねって感じですね、うん、ワクチンに関しては。どちらかというと大統領選前のがきつかったですね、n v ビ d i a に関しては。なので、この辺の中立系っていうのは、やっぱ、本当、あとね、半導体ですね、やっぱ特に。半導体はなんかいいんじゃないかなというふうに思ってます。で、すみません、ここには書き忘れたんですけども、クリーンエネルギーとかもここに入れてもいいと思います。 クリーエネルギーを持たれる方はね、私はま詳しくないんで、クリーエネルギーはどうしようかなと思うんですけど、クリエネルギーはここにあってもいいかなと思います。はい、で、まあ、中立グロースっていう言葉があるのかどうかは知らないですけども、これは基本的にでも、金利の影響をめちゃくちゃ受けます。なんで、今回のワクチン報道でもそれなりに下がったし、金利が上がると下がるので、らどっちらかというとやっぱグロースにカテゴライズされるんですけども、例えばスクエアみたいにあのフィンティックですね。 コロナ後で、えー、と景気回復が見込まれると、みんなが小売りでポ、ね、スシステムを使うようになるので、やっぱそこの上昇期待で、そうじゃなくてもキャッシュアップがすごく活発化してるし、あのューあの小売りが活発化になってキャッシュアップが活発化す,すると、今度、融資もやるので、融資もやるのであれば、金利が高い方が利材が取れるのでとか、ね、そんなストーリーだと思います。 メルカドリブレとシーリミティットは、まあ、それぞれ e コマースが割と主体のビジネスであるんですけど、本当、何でもやっているコンクロマリットなんで、まあんま影響を受けてないかなというふうに思っています。もう、これは各地域、あんまえー、と私の中ではあのシンガポールと,、えー、と南米の、東南アジアと南米の将来の g a f a ムっぽい企業に座っていくのかなという印象を持っているので、これは本当、コツコツね、長期でね、座っていきたい銘柄かなというふうには。 持ってももうすでに時価総額も,もうかなりの金額になっているので、まあ、ちょっと中立というか大型グロースかもしれないですね。はい、この辺もしっかり貼っていきたいですね。であとはあのグロースですね。あのグロース、ここにまあズームペロトン、ピンタレス、デジタルターバイン貼っておいたんですけども、あのグロースはかなりね選定条件がね難しくなると思います。 まあ基本的にグロスはさっきも蒸気、あのー、で解説したんですけども、まあ、金利が、景気回復する金利が上がるという局面において、かなり上値が重い、PSR を下げなきゃいけないので、かなり上値が重い、なかなか上がりづらい。 っていうなな展開になる、まあ、それはもうね、過去ね、オクタとかクーパとかの値、ね、動きを見てもらえば分かると思うんですけど、あとドックサインとかね、本当もう過去3、4ヶ月上がってないじゃないですか、でこれはもう8月から金利が徐々に上がってくることに対して、PSR を下げなきゃいけないがために、売り上げが上がっても株価が上がらないっていう事象が起きてるんじゃないかなというふうに考えてます。うん、なので、まあ、この高い PSR の SARS 銘柄というのは、なかなかしんどい展開が続くんじゃないかなと思ってます。 なので、まあサーズにしろ、グロスにしろなんですけど、やっぱり高い成長力が必要だと思います。せめて50%以上。で、その中でもペロトンとかズームっていうのはもう成長率が200とか300%が化け物なので、さすがに金利とかバリューに循環するっていう、そういったその、なんですか、圧力を跳ね抜けてちゃんと伸びていくんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、高すぎる PSR は避けるっていう意味では、やっぱサーズとか高いので、 まあそこからちょっと分けに向けてね、あのちょっとジェネラルなグロースで見ると、やっぱ今回の決算で光ったのは、やっぱ SNS 系ですよね、ロックとか、ピンタレスト、スナップ、フェイスブックは本当、あとグーグルか、この辺は本当に光りましたよね。で、明らかに企業が回復してきて、特にイ、e、コマースを中心に企業が復活してきて、広告出向が本当に かなり盛んになってきています。で、さらにこの SNS 広告系っていうのはユーザーがどんどん増えてるんですよね、このコロナ禍で。で、今回の冬もコロのユーザー爆、ユーザーがすごく増えることは間違いないので、でこういったビジネスはユーザーが増えればね、売り上げがドカンとか伸びていくので、1年にわたって。まあ、かなり SNS 系はいいんじゃないかなと思ってます。で、あとはね、10ビリオン以下のスモールグロースは常に追いかけたいですね。ここは本当、権利とか、多分そういうの関係なく、 本当に企業が成長し続けるかどうかで価格が上がっていくと思うので、まああの、それはもうデジタルターバインとかファイバーがね、今回の計算良かったですねと私は素直に思ってます。はいまあ、ちょっとね、もう30分になってしまったんでね、まあ、まとめですけど、まあ、まとめ、そんなにまとめることないですかね、うんまあ、本当に売り込まれましたねとで、できれば私も長期で持てるポートリオとすごく目指してたんですけども、さすがにこのワクチン承認後の世界が違う。 ということを、ね、今週知らされたので、やっぱ戦略をほぼゼロから見直して、またそのワクチンが承認されたら、また、ね、ゼロからポートフォリオを作っていって、ね、コロナ後半戦、あのしっかり長く成長できるポートフォリオを組んでいければいいなと思っているのと、まあ、ここから先は、ね、もうあと後半戦なので、ね、不確定要素がどんどん消えて、あとうまくいってくれればワクチンが配布されてコロナが消えて、ねまあ、しばらくは。 見通しの立ちやすい安定した場になるのかなと思うので、まあ、それはそれでまた稼ぎやすいかなと思ってます。まあ、あまりあの記事では書かなかったんですけどね、バリューで銘柄が一気に稼げる可能性とかもあるんでね、あのこのコンセプトをもとに、今週末とで、あとワクチンが発表されるまでね、しっかり個別の銘柄分析をしていきたいなと思ってます。で特に気になった銘柄に関してはね、ね動画やブログでもね、紹介させていただこうと思いますのでね、あとあの、ぜひ皆さんのね、このなんか感想をすごく聞きたいです。 あのー、私はこう考えてるよ、僕はこう考えてるよとか、まあ、バリューだったらこういうの考えてるよとか、特に私、バリュー知らないので、それ本当ね、コメント詳細欄にいただければね、あのー、ちょっと時間の都合上、コメント返すとこまで来てないですけど、皆さんのメッセージ全部お読みして、必ず、LIKE つけてますのでね、本当、コメントは嬉しいし、ありがたいです。はい ではね、本、え、当、ー、1週間ね、1週間どころかあの、もう大統領選前から大統領選、そしてコロナのワクチン騒動、本当疲れる日々が続きましたね。えー、っとですがね、まああの、ワクチン後まではね、しばらくちょっと休憩できるのかなと思いますしね、はい、あのここまでちょっと長い動画を見ていただきありがとうございました。ではね、あの今週も、ね、ゆっくり休んで、えー、また、ね、来週に向けていければいいんじゃないかなというふうに思っています。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。